で、次に箱組みを見てみましょう。だからこの箱組みというのはこのビスケットがあるとすごい、簡単にできます。通常は保存とかで、きちんと作るときはやったりするんですけれども、まあ、そんなに強度が必要ないかなというときは、この教室でも、ビスケットで組んでいくというような形になってます。で、今ここに材料があるんですけれども、まあ次にこの箱を作るためにビスケットをどうやって使っていくかというような、説明をさせてもらいます。まあ、正方形の30角の箱を作ろうと思います。で、真ん中にこういった形で棚板を、入れますよと。まあ、これ家具でよく出てくる形ですね。今まあ30センチですけれども、例えば、もう少し大きい棚を作りたいだとか、そういった時に、こういうふうな組み立て方っていうのはよく出てきます。ではですね、箱を組んでいくんですけれども、今ここに、名前打ちを書いておきました。で、今回は天板と棚板を側板で挟み込む形にしてあげたいので、この棚板と天板、底板っていうのは全部同じ長さになってます。はい、こういう形ですね。で、側板の方が、長いというような形になってます。はい、側板が2枚と天板、底板が同じ寸法ですよと。で、棚板だけこの奥行きを少し短くしてます。これまたちょっと後で出てくるんで、ちょっとこういう場合もありますよということで説明させてもらいます。それではですね、ビスケットで箱を組んでいくときにまず大事になってくるのが、ですね、前側後ろ側っていう考え方と、あとは、表側内側っていう基準面が大事になってきます。ということで今回は、この文字が書いてある方を、外側箱の外側にしたいので、基準面を、決めていってあげます。で、この文字が書いてある方が基準面なのでこちら、反対側が内側になりますね。こういうふうにちょっと分かりやすくちょっとまずは書いておきます。今度はどっちが前側に来るかということで印をつけます。この小場面ですね、側板であればこっちを後ろにしますよということで印をつけていってあげます。どちら側でも大丈夫です。まあ、例えば、木目を見ながらどちらをきれいに、きれいな方を持ってきたいかとか、そういうので、内側外側っていうのを決めてください。ではですね、こういう形で基準面が、できました。後ろですよと、こちらが、箱の後ろ側になる方ですね。はい、という形で、これから、じゃあビスケットの墨付けをしていくんですけれども、天板と側板をどう留め付けるかというと、天板や底板、棚板を挟んでやる形にしたいので、こういう形の接合方法になります。ではこの場合ですね、ビスケットはここの間にこう入るわけですね。こういう形で入ってきます。ビスケットの穴が開くところは、今回まあ2枚で留めてあげようと思います。こちらとこちら側。とこちらとこちら側、はい、こういう形になるわけですね。はい、これがさっきの板はぎとはまたちょっと違う考え方のところです。はい、ではその加工方法に説明していく前に、まずこれで印をつけてやりましょう。で、先ほどの板はぎであったようにこことここの印がぴったり揃うように、してあげてください。今回は端から4センチ、端から4センチのところに印をつけてあげましょう。はい、ではですね、こういう形で印がつきました。まあ適当ですね。まあさっき言ったようにビスケットっていうのは別に多少の誤差があってもこの線が揃ってさえいれば別に大丈夫ですので、きっちり4センチじゃなくても任意の場所でこことここの線がつながるように引いてあげてください。ジョインターがこういう形で目印を見る形になります。なのでこの線を分かりやすくちょっと伸ばしておいてあげましょう。こちら側ですね。はい、この基準になる外側に印をつけてやるのが一つのポイントです。その理由はちょっとまた後で説明します。はい、印はこちらなんですけれども、穴がここに開きますよというのがミソですね。はい、これがちょっと初めのうちはごちゃごちゃになりやすいですね。今度は側板ですね。側板は今度はこちら側についてきますよというようになります。でこういうふうに入ってきます。ということはビスケットのジョインターはこういう形で入ってくるようになります。ということは印は今度
こちらの小口側に印がないと見えません。ですので同じようにこちらの線もしっかりこういう形で見やすいように伸ばしておいてあげてください。なのでこのビスケットの印の線っていうのは箱で90度に組むときは方向が変わってくるというところが、一つの注意点です。はい、では同じようにもう反対側の側板と底板にも、印をつけていってあげましょう。その際には、また4センチっていうふうに測ってもらっても大丈夫なんですけれども、もう単純です。内打ちを合わせて、でここに印をこういうふうに伸ばしておいてあげてください。天板と底板で、この時に基準面がきちんと揃うようにしておいてあげてください。こういう形で印をつけていってあげればいいというような形になります。ちょっと棚板のことは一度忘れて、外の箱から組んでいきます。はい、ではですね、今回この角度、ビスケットのつく角度というのはあまり関係ないので、高さだけ変更してあげましょう。ロックレバーを外してダイヤルを回すと、こういう形でこのフェンスがですね動いてくれます。で、今回使っているこの材料はファルカタの13ミリです。13ミリということは13に合わせればいいわけではなく、その半分の 7.5 に合わせておいてあげてください。 6.5 やないですか。6.5 ですね。はい、6.5 です。すいません、緊張してて申し訳ありません。6.5 です。はい。で、6.5 に合わせたら、はい、これで、こういうふうにロックしてあげます。で、これで、実際に私、目分量でやってますんで、本当に真ん中が出てるか分かりません。そういった場合には、端材か何かで一回練習してみるといいですね。はい、それではですね、実際にこの、端材でも何でもいいんです。実際の、加工する板の全然関係ないところでも構いません。そこで一回、試してみましょう。変な話、真ん中が多少ずれていても影響はないんですけれども、もし精度にそのこだわる、ちょっとどうしても真ん中に合わせたいという人は、やってみてください。まずこの板の厚みを 6.5 に合わせたんですけれども、まず一回、実際についてみましょう。はい、で、こういう形で、つけました。もう全部入れる必要はありません。もう先っぽだけで大丈夫です。はい、今度は基準面をひっくり返して、で同じようについてあげましょう。こっちが初めにやったところですね。今度そのちょっと隣にビスケットがかぶさるように少しついてあげます。はい、でこちらが後についた方ですね。だいたい揃っているんですけど、ちょっとカメラ見づらいと思いますが、ここに若干段差があります。段差があるということは、初めについた方はこちら側がこっち基準面でした。で、後についた方はこっちが基準面でした。で、こうなってこっちはこうなっているということは、 6.5 よりも行き過ぎているっていうような考え方になりますね。今厳密に言うと、こちらの方が若干厚い、こちらの方が若干厚いというふうになっているので、例えばその 6.5 に設定したつもりが 6.7 とか 6.8 とかになっているというような考え方になります。 6.5 よりも若干下に行ってますよというのが分かります。なので 6.8 を 6.5 に合わすためには、これがちょっとまたなかなか勘違いしやすいんですけれども、少しこの刃を上に上げてやりたいので、刃を上に上げるということは、このフェンスを下げるという形になります。それがちょっと初めのうちなかなか理解しづらいですけど、この、刃が出てくるこの線からフェンスまでの距離を若干縮めてやるというようなことをしてやります。はい、見えますでしょうか。こういう形で、段差がなく揃いました。
これで初めてまあビスケットの中心が出たというような形になります。だから板剥ぎの時とかはそんなに神経質にならなくてもいいと思います。基準面さえ同じであればずれたままできちんとビスケットは入って、表面は揃ってくれる形になります。はい、箱組みの時はちょっとこういうふうにちょっと神経質になった方がいいかもしれません。ではですね、天板の方に穴が開きました。今度は側板の、基準面をまあちょっと見ながら、この場合だったらこうですね、こちら側に打っていってあげたいです。で、その時にビスケットをこういう形で入れることになります。そうするとフェンスがかかりが少ないのでグラグラします。これをどうしたらいいかというと、まあ、例えばテーブルのここにうまく固定してでつくと、クランプか何かでこういうところに固定するっていうのも一つの方法ですね。で、まあ、あともう一つ、例えばそういう作業台がない場合はもうクランプで止めてあげましょう。この側板に、例えばこういう同じ距離になるようにこう合わせて、でこういうふうにクランプしてあげます。はい、でそれぞれ側板の内側が外側に出てくるようにしてやれば、こっちをガツンガツンとついた後でひっくり返してガツンガツンとついてやることができます。その時にまあブレがないようにここがぴったり揃うようにしてやるというのが一つのコツですね。はい、ここがまっすぐになるようにしてあげてください。でここで、先ほどの天板をなぜ外側に印をつけたかということが重要になってきます。先ほど天板の外側を基準にした理由としては、例えばで天板から、ビスケットの距離が、失敗して7ミリになってしまったと、ガイドを合わせたときに 6.5 ミリじゃなくて7ミリでしたよとなった場合に、側板も今その天板をついた設定でついてあげればここが基準になりますので、ここまでの距離は7ミリになります。ということはビスケットが多少その 6.5 ミリじゃなくて7ミリになっていても、基準面外側が基準であればこちらも外側が基準になりますので、うまくぴったりとくっつくことができます。それが先ほど天板底板をついたときに内側を基準にしてしまうと、7ミリずれた分こういう形で段差ができてしまうわけですね。はい、わかりますかね。こちらから7ミリだったのでこういう形で段差ができてしまいます。そのために外側基準という形で、この天板側はついてやるのが大事というような説明でした。内々が外になるようにしてこうか合わせました。合わせて、はい、で、はい、でこのまま、ではですね、今度はビスケットちょっと入れてちょっとチェックしてみましょう。あ、そうそう、ビスケットはですね結構個体差があります。まあね、製品なのでその個体差しょうがないと思うんですけど、これは結構きっちり入ってくれるんですけど、こっち側は結構スカスカとか個体差が、まあ、あります。だからビスケットの精度とかすごい、まあ、こだわる方もいらっしゃるんですけれども、機械自体の精度は別にそんなに、精密だろうがなんだろうが、そもそもビスケットの厚み自体に、個体差があるので、あんまり私たちは気にしてません。はい、それでまあ頑丈になるか、逆に弱くなるかとかっていうのは結局ボンド含んで膨らんでくれますんで、
この精度っていうのはあまり服は気にしなくていいと思います。はい、でこういう形で今ビスケットを入れ込みました。でついついこっち側にも入れ込んじゃいたくなるんですけれども、そうすると抜くの大変なので、ごめんなさい、こちら側はメス側なので入れません。はい、じゃあこの状態で背板を基準に組んでみると、基準面をしっかり守っているので、はい、こういう形でもう平らですね、箱が組むことができますよと。では今度棚板をここに入れていきたいです。さっきみたいに、この側板の端っこにつく場合は、さっきのようにビスケットのフェンスがこう届くんですけれども、ここに打ちたいときどうするかという時の方法です。でかつ今度棚板がチリと僕ら呼んでいるんですけれども、この側板よりも引っ込んでいます。ちょっとこの中に入れてみましょうか。はい、これ家具で僕らよくやるんですけれども、家具に立体感を出したり、この面を取りたいって言った時に干渉しないように、おかしなことにならないようにチリと言って、こういうふうに段差をつけます。その時の考え方ですね。はい、じゃあ今度は棚板に墨付けをしていきましょう。